おぎゃーですね。おぎゃー。乾杯。はい。本当に美味しいね、アプリって。じゃあ行こうか。行きましょう。はい。というわけで、うん、今日は、はい、何をしますか？ドライブしましょう。わーい、ね、ドライブしよう。ドライブしましょう。ドライブ行ってきます。じゃあ行こうか。はい。じゃあ出発します。行ってきまーす、はい、行ってきます、行きます、行きます、行きます。これは右に行けない。こっち、お腹すいた、お腹すいた、やばい。まあでもまずドライブだから、そうだね。ちょっともう一回間違えてね、ごめんなさい。ドライブしましょう。ドライブ、うん、いいね。ドライブいいよね、うん。なんかもう夕日だね。なんかね、日が傾いて。ずっとゆきくん撮ってる。よろしく。マスカちゃん撮ってほしい。YouTube は楽しい？ YouTube 楽しいよ。楽しい。うん。いろんな企画やってるもんね。うん。多分またコンと同じぐらい素が出てる。おう。コンテンツ。そうそう、コンテンツの一つだから。お酒も結構飲んだりしてるでしょ。お酒はもう常に飲んでる、ね。常に飲んでる。暇さえあれば。さすがだね、やっぱり。チェーンドランカチェーンドランカえ、そうなんよ。そう、どう？ YouTube 楽しい？ YouTube、そうね、俺ほぼゲームやってるだけだから楽しいよ。一人でやるよりもやっぱ配信しながらやるのって楽しいよね。そうだね、みんな褒めてくれるから、ね、そうそうそう、ね、そうそうそう、えらいえらいっつって。いいぞ、いい。なんていうの、アスカちゃんのファンたちは。ああ、ないね。アスカ家のみんな。アスカ家の人々。ああ、いいね、いいね。アスカか。アスカ家の人々。そうだね。ニャンズでいいかな。ああ、だいぶ変わったな。みんな、ニャンズのみんな。みんな猫に見える。とりあえず、ニャンズのみんな。ニャンズのみんな、おはようございます。こんばんは、こんにちは。って感じですかね。はい。じゃあ。家のニャンズたちとの住み分けどうする？じゃあ、あの、あれ、発音変えるわ、ニャンズ。あ、ニャンズでいいんじゃない？アスカさんちの方。うん、アスカさんちの方をニャンズにする。ニャンズにすればいい。ニャンズ。およそ2キロ先。ニャンズにします。決まった、決まった。ニャンズね。今日は、実は、ペアルック。そうだね。ペアコーデ。ペアコーデ。ペアコーデなんだよね。そう。赤。そう。白。ゆうきくんが赤いニットで、私が赤いスカート。で、白いニット。え？あ、うわ、ゆうきくんの五行がすごい。五行、あ、さすがね、俺五行さすがよ。五行刺しがち？刺しがちなこれね。あ、そうそう、これね、はい、あ、いいね、映る映る、はい、こんな感じ。白、そんな感じでね。紅白、めでたい。かまぼこコーデです。一気に可愛くなくなったな。可愛いでしょ、かまぼこコーデ。可愛くなったな。二人が映ればいい。カメラ？ Vlog よ、 Vlog カメラだよ。あ、そうそうそう。かわいいのくださいね。はい、ニャンズのために。かっこいいのください。ねえ、いや、混んでるね。急にかっこ、急に低い声になるやん。いや、いつもこんな感じだけどね。あ、いつもその声だっけ。ああ、ちょっと苦しそうだけど。昔からそういう声な。そうだね、生まれた時からこれ。生まれた時は違うやろ、絶対。おぎゃーっつ、おぎゃー。そんな赤ちゃん嫌だな。そんな赤ちゃん嫌だ。これからは何やっていくの、アスカさんちが。2周年だったんでしょ。そうだよ。ニャンズを何見たいかな。まあでも今まで通り飲んでるのとか見たいと思うな。うん、まあやっぱでもあとスナックやってたでしょ。スナック、そうなの、はい、スナックもやらせていただいて。スナック進化するか。じゃあ何、スナックの次、スナックから何に進化する。キャバレー。昭和、昭和に、昭和のどの昭和に落とし込んでいく。従業員雇わないとキャバレーだと。来てくれるの。周りからの反響はどんな感じだった。みんなおめでとうって勘違いも含めていっぱい送ってくるし、親父からも連絡来て、あ、なんか3件ぐらい
間違って本当に結婚したと思ってる人たちがいるぞってそうなんだよね。左方向です。そう、私も家族とかマネージャーさんに間違えて、うん、でそう連絡が行ったみたい、はい、うちのお父さんから全く連絡がなかったの。怖いじゃん全く連絡がなくて、うん、あそのことについては、うん、ただ焼きそば作ったよっていう写真だけ送られて平常心を保って平常心の焼きそば、そういつも通りのやり取りがしたい、これに触れたくない。なるほどねだとしたらちょっとだいぶダメージを受けてるあるのかもしれませんね、うん、そしたらね、あとなんだろうな、みんなニヤニヤして見てたよっていう。ああ、うんうん、私もやっぱ友達結構見てる人がいたから、なんか私結婚してました、ずっと見てたからめっちゃ嬉しいみたいな感じで、およそ1キロ先斜め左方向です。あとは共感性羞恥心が働いて見れなかったっていう、ね、人もいたの。なるほど、ね、男性ファンの方とか、うん、なんか見てくれたりとかして、あ、いいね、しました。いや男性ファンの皆さんね、やっぱね素晴らしいよ。木島明日香を推してた皆さんの先見の明という最初からやっぱ、ね、どういうこと、推す価値あると思いますよ。推す価値ありますか、もっと言っといて、もっと、ね、皆さん本当ね素晴らしい目をしてくれてニャンズのみんなは。ニャンズ、うん、すごい、あの、あれだね、私のファンの株上げに行ってないいや、そんなことないよ。アスカちゃんは、すごい。およそ700メートル。YouTube そのままの雰囲気で、だから本当にね、素直ないい子のファンになったね。本当に思ってる？本当に思ってる。本当に。ありがとうございます。その例あるのか、カメラの例。目線なの目線なの勝手にでもなんか私のさコメントの欄にも、うん、そのゆうきくんのファンの方がすごく2人のやり取り楽しいですみたいな、うん、送ってくれたりとかして、なんかすごい一緒に応援してくれてる感じがして、すごく素敵な方々だなと思いました。カバーあげて、違うのよ、本当に思ったやって。いや、そう思うでしょ、そう、そう思う、なんかすごい好意的なコメントが多くて、斜め左方向です。その先左方向です。さあということで、はい、これから何をしますか。ご飯食べに行こう、一回車置いとっていいじゃん。ああそうしよう、ね、飲みたいから、飲みたいよね飲みたい、そうだよね、じゃあ車置いて目的地周辺です。音声案内を終了します。ご飯食べるために一回車を置きます。はい、はい、というわけでラーメンを食べに来ました、はい、アフリ、ね、お腹空いてる、お腹空いてる、お腹空いてる、めちゃくちゃお腹空いた、していくか、行こう、うん、じゃあ行こう、ででうわー何食べよう、あメニュー、うわー柚子ラータンも美味しそうだな、ちょっと辛そうな、柚子塩醤油ラーメンです。柚子塩醤油ね、心は決まりましたか。決まりました、さすが、はい、はい、柚子塩、柚子塩ね、鶏チャーシュー、炙りチャーシュー、炙りしますか。メンマ、メンマ、あ、煮卵、煮卵大丈夫。飲み物はアフリハイボールだ、アフリハイボール、アフリハイボール、私ですね、うん、何ですか。でもやっぱ柚子塩が美味しそうだよな、うん、アフリといえばだよね、そうだよ、ね、海苔、いいね、煮卵、ワンタン、めっちゃだなハイボール行く、ハイボール、オッケー、ちょっと車をね止めてきたんで、うん、お酒飲んじゃいましょう、はい、お酒優先で動いてますちなみに私今ずっとゆうきくんぼやけてたわこれいいよこのカメラ濃いから薄いぐらいがいいよ、ぼやけて、ちょっと行きましょう。これはあ、いいよ、いい、適当なこと言うんじゃないよ、可愛い、好意的なファンの方が多くて、ね、あ、俺の方はもうみんな可愛いしか言ってなかった、自分の流れで配信したらあ、みんなもうアスカ最高みたいな、ムカついた、来た、すいません、お待たせいたしました、こちらアプリハイボール、アプリ開封いたします。はい、ごめんなさい、失礼します、柚子が入ってる、そうですね、なるほど、乾杯、はい、冷えないうちに、冷めないうちに、冷めてるの、これも温まってます、温まらない
ラーメン結構食べる。最近よく食べる。最近よく食べる。いつ？夜中？夜中もたまにやるね。ギルティーな。素晴らしい。中学の頃、鬼のように通ってたラーメン屋さんがあって、そこのラーメンを食べてるうちに、ラーメンがめちゃめちゃ好きです。感謝だな。マジで毎日食べてる。ハマると全部毎日行っちゃうわけです。カレーと。そうなの、ね。なんかさ、同じメニューばっか。あ、でもわかる。ルーティンじゃないから。俺も結構。同じものでいける。いける？一回高三の冬休みうどんしか食わない。冬だから温まるしな。昼毎日うどん。ラーメン、カップ麺食べる。カップ麺も食べる。好き。傾向中とか大体食べる。そっかそっか。カップ麺と。ラムネと若菓子食っとけば大体変化。いや、お子様子供やん。ラムネと和菓子はどっから出てきた？綿菓子。綿菓子、綿菓子どっから出てきた？いや、なんか好き。砂糖っぽいのが好き。ああ、甘党。チョコとかじゃなくて、純粋の砂糖。へえ、コンペイトとか。ああ、好きや。好きや。そうなんだ。糖質をね。ああ、そう。頭疲れるから。そっかそっか、そうだよね。きっとそうだと思う。後付けだけど。後付け。ラムネ。出ないってすごいよね。出ないよ。出ないって言ったじゃん、でも。セリフはいつもどう覚えるタイプ？降りてくる。いや、ちょっと違うのよ。いるじゃん、なんかお風呂の中で覚えるやつ。ああ、そうね。なんか移動中かな。あ、基本移動中に大体やってる。頭の中でリピートされてる。そう。家であんまりやらない。ボリュームがすごいもん。そう。お待たせいたしました。次に伊豆塩ラーメンの鶏チャーシュー変更のお客様。はい。失礼いたします。これで映るんじゃないかな、私が食べてるところ。はい。いただきます。あ、ありがとう。そうです。美味しいね。美味しい。たまらん。美味しいです。美味しいございます。美味しいございます。非常に。細麺のラーメンが好きなやつ。俺もなのか。細麺あっさり好きなの。細麺あっさり好き。で、この細さ。やばいよね。上の髪の毛より細い。そんではないよ。自分の髪の毛どんだけ太いか。意識が。USB ケーブルぐらい太いかな。うん。うん。素晴らしい。あ、いいね。うん。うん。水ハイボールとめっちゃ合う。うん、たまらんな。マジで美味しい。家に帰って猫を抱きしめた時と一緒の感覚だわ。多幸感がすごいね。それは。お酒も飲めるし。うん。これだけ。取りたいから。ラーメン食べてると最初にぶつないよ、ほんまに。ちょっと判断する。うん。今のところまだアスカちゃんがブスになってると思ったことあるいや、あるよ。かわいく食べようと思って。たださっきも思ったより最初で一気に吸うなと思って一気に吸うの一気に吸うのが一番いいやんか。もう一回食べたい。一番可愛いと思うラーメン。一番可愛いと思うラーメンの方するの？うん。はい、お待たせいたしました。リアクションで。リアクションで。ありがとう。食べてるからだってもさ
こんなに顔が濃いのにピンが来ないの。こんな新しい指標があるの。どう、多幸感は。もう溢れ出てる。多幸です。ご多幸です。J って呼ばれる。ジャパンアグリカルチャーね。あ、そう。おー、すごいね。わかります。J のさ、撮影してて、ダーツで当たった食材を使ってご飯を作るみたいな。うん、おー、いいね。優勝したダーツで。すごい。うん、もう作ったの。うん。いい感じにできました。よかった。うん。いや、ダーツしたいな、また。ダーツしたいね。うん、ダーツ、マジリベンジしたい。そう。うん、しまあ、多分、叶わないと思う。あの感じは。いや。たまたま勝ったとかじゃないの。たまたまではないけど。そうでしょ。なんかもう、実力が止まらない。なんか、備わってたけど、うまくれた。でもあの時は調子良かったね。本当に？本当に本当に調子良かった。うん。卵美味しい。卵美味しい。卵あるね、まだ。スイカ卵あるから。うん、まだある、ね。はい、もしもし。よろしくお願いします。2杯目、やっぱりうまい。大丈夫です。大丈夫です。手元狂い始めました。狂ってない、やめて。そう言うとそういう品種になっちゃうじゃん。みんなお酒弱くないもん。弱くないよ。弱くはない。いや、本当に弱くない。でも結構飲める方だ。結構飲める。飲めるし、まあ、ちゃんと酔いにもいくけど、ちゃんと酔いにもいくけど、そこが好感度が高い。ああ、ありがとうございます。飲んでるふりとか一切しないもんね。しっかり飲みにかかる。ただ飲んでる。素晴らしい。ありがとうございます。マジで美味しいわ。アプリ、アムラン取りたい。いや、もういいよ。違うの、ハブチが、ハブチが欲してるのよ。ハブチ先生、もういいよ。よろしいですか。幸せです。幸せ。どのぐらい。そうだな、アスカさんにとっての幸せとは何ですか。なんずっとのんびりゆっくり穏やかにすることです。それ以外はゲームで勝った時、あと、あとお酒を飲んで楽しんだ時。幸せな時どういう時。まあやっぱり周りの人が笑ってる時かな。それ嘘ついてる顔です。それ嘘ついてる顔です。近いの。それは嘘ついてる顔だ。本当にやっぱり自分の幸せとか。ちょっと真剣に答えてもらってもいい。でもそうだよ、アスカさんちのニャンズも。ニャンズ？ニャンズたちもそれを受け。幸せになるわけですよ。うん、そうだよ。近く。近い？ごめんね。ちょっとついつい。いやー、美味しい。美味しいよね。うん、本当に美味しいね、アプリって。海苔欲しい？海苔欲しい。いい一枚もらう。2枚あげるよ。じゃあ2枚もらおう。3枚でもいいよ。これ2枚？これ2枚。何枚でもいいよ。ネギ塩じゃない、なんだっけ、ゆず塩。ゆず塩美味しいね。ネギ塩。もうアフリの根底を覆したからね。これはしょうがない。見てください、海苔を与えた後に。なんで、どういうこと。この飾り力。ラーメンといえば海苔はこうやつな。パテの縦乗り派ね。え、何乗り派？横乗り派？横乗り、下乗り派もある。縦乗り派ね。どっちでも食べてみる。でもいいって、それいらんって、マジで。なんで？いや、もうマジでいらん。違う。欲しがってんね。もうちょい欲しいんだよ。
臨場感臨場感でしたあ、これいいじゃん遠目で、うんうん、このカメラも笑顔でしょあ1個分かったアスカちゃんの顔が目も絶対途中で見捨てないよ最後まで行くよね一束で噛み切らないんだ噛み切らないあんまり噛み切る結構普通にここって、うん、永遠に行くねせかな、うん、ごちそうさまでしたごちそうさまでした美味しかったねハイボールもしかハイボールもまだある私たち結婚しましたシーズン4毎週金曜日23時からぜひ見てくださいお願いします